さんこんにちは。あいにくの雨となったこのゲーム、濡れたピッチが試合にどのような影響を及ぼすのでしょうか。実況は西岡明彦、解説にはおなじみ福西崇史さんをお迎えしています。明治安田生命 J1 リーグの一戦、目が離せない試合になりそうですね。それぞれ得意とするスタイルはあるでしょうが、いかにその形に持ち込むかが鍵でしょうか。序盤の展開に注目していきましょう。こちらがホームチームの先発メンバーです。一般的な 3-5-2 を採用しました。サイドのスペースをどうカバーするかがポイントです。アウェーチームのスターティングイレブンです。ご覧ください。今日はノーマルな 4-4-2 のフォーメーションです。2トップの選手が攻撃を引っ張ります。前身のベルマーレ平塚時代に天皇杯を制しています。アジアカップウィナーズにも勝利しているんです。最近のタイトルですと2014年の J2 優勝ですね。この年は3試合しか負けなかったですし、素晴らしい総力でライバルを圧倒しました。前半のキックオフ、まずはベルマーレボールです。バラダ・アキミ、さあスローインでの再開です。ボールがフリーになりました。スペースに見事なロブパス、入ったゴール、ホームチーム先制。ダービーマッチの先手を取ったことでスタジアム中から大歓声が沸き起こりました。これだけ威力があると、たとえキーパーが触れたとしても弾き出すのは無理でしょう。すごいシュートでした。違うアングルから見てみましょう。おっと、ボールを失いました。ここからどうするのか。味方を使うでしょうか。いい位置です。これはよく見ていた。スルーパスでしたが合わないか。再び得点です。キーパーは見事なセーブを見せましたが、ボールがこぼれたところを相手に決められてしまいましたね。こういう場面は周りがフォローしてあげないと守りきれません。このカットは大きい。しっかりと奪いました。ベルマーレが攻めに出ます。絶好のチャンス。ここはゴールが決まりません。いい狙いだったと思ったんですが、ちょっと運がなかったですね。ボールを運んでいます。
決まれば1点差。外れました。ゴールを奪うには至りません。今のはちょっと足元取られたんじゃないでしょうか。タリク・エルユヌシ、視野が広い。このボールはキーパーへ。素晴らしいスルーパス。追い上げなるか。まだボールは生きています。ボールを奪い返しました。これは反応したキーパーを褒めた方がいいですね。バラダ・アキミ、大野和成。このパスはカットされます。タリク・エルユヌシ、ボールを前に運んでいます。この突破は失敗に終わります。裏も見えていたのか。ボールを奪った。いいタックルでした。いいパスとは言えません。簡単にボールを失いました。スローインでのリスタートとなります。中川博人、硬いディフェンスに攻めあぐねています。プレーは止めません。主審が流していますね。イブスキヒロシ、チャンスにできるか。素晴らしいボールだ。綺麗に曲がりました。リプレイが出ました。短いパスで相手のディフェンダーを翻弄していきます。見事な得点です。守備の裏をつきました。一瞬の隙を見逃しませんでした。素晴らしいフィニッシュですね。だいぶ点差が開きました。一方的な展開になりそうです。タリク・エルユヌシ、さあクロスか。狙いたい。レフリーの笛が鳴って前半終了。スコアは3対0。ゲームはハーフタイムに移ります。この選手ですが、ここまでは期待通りの活躍ができていませんね。試合の流れに乗っていないのか、流れを作れていないのか、いまいちな感じですね。ボールが来なければそもそも仕事はできません。まずはチャンスを作らないと、このままずるずるいきます。後半戦キックオフです。パスをカットされました。ここまでは試合前の予想に反して一方的な試合内容になっています。
はい、チームの実力差はないと思うのですが、結果的にそうなっていますね。湘南の攻撃です。ここは抜いてきた。ゴールが決まった。湘南が点差を広げました。これはもう決定的でしょうか。点差がついてもこのチームはしっかり走ってくると思います。諦めずに得点を狙ってほしいですね。松浦拓也、ここでボールロスト。バラダ君、中川ひろと、ベルマーレが攻めに出ます。タリクエルユヌシ、素晴らしいタックルです。さあカウンターで一気に行きたい。あそこは見ておきたいですね。何を狙うのか。ここはディフェンスが対応します。サイドにはスペースが。いいボールを送りたい。このヘディングシュートはクロスバーの上。ゴールにはなりません。もう少し下に叩きつけた方が良かったかもしれません。皆川雄介、いいところを見ていました。攻撃は今一つ。これはキーパーが抑えています。松浦拓也、スルーパスを通しません。これはチームを救うプレーでしょう。タリクエルユヌシ、見事な視野です。最後の手段か。滑った。コーナーキックになりましたね。選手交代です。ピッチを去る選手にサポーターからは大きな声援が上がります。交代するのがもったいないくらいですね。素晴らしかったです。ボールを入れました。6ターンがしっかり止めました。クリーンなタックル。ボールを奪いました。これはもう勝敗という興味は残念ながらなくなってしまっています。これは見事なインターセプト。今のプレーは失敗でしたね。イエローが出る可能性があります。イエローカードが出ます。軽率なファールは避けたいですね。この選手、
今日はよくやっていたように見えますが、ここで交代ですか。また通ります。ここの2人の関係が非常に光ります。今日のゲーム、湘南の攻撃です。見事なタックルです。皆川雄介、ディフェンスが冷静に対応。ここでホイッスル。注目のダービーマッチはアウェーチームの敗北に終わりました。ライバル相手にこういう負け方は辛いですね。サポーターもあの荒れようですから、挨拶に行くのも大変でしょう。これはもう次の機会に雪辱を果たすしかないですね。今後につながる活躍ぶりでしたね。見事な働きでした。決めた1点は勝利に大きな役割を果たしました。